果樹園の人。ストーリー、小野田孝雄。出演、久世聖歌。軽井沢の西、信濃追分駅から10キロほど北へ入った高原地帯に、少年の母の果樹園があった。果樹園からさらに北の空を見ると、くつろいだ牛のようにおおらかな姿をした浅間山が、いつも白い煙をたなびかせている。少年の母は19歳の時に、彼女のいとこでもある銀行勤めの青年と東京で結婚した。少年は母と父のふるさとである信濃追分が大好きだった。それは小学6年生の夏休みのことだった。もう来年からは中学生なのだから、今年はちゃんと勉強もしなさいよ。母にそう言われて、学習帳もいっぱい抱えて、少年は信濃追分の駅に降りた。バスの停留所で母の果樹園に行くバスを待っていると、一人の少女に声をかけられた。太田りんご園に行くのはどのバスに乗るのですか。少年はそのりんご園が彼の行く村にあることを知っていた。なぜなら母の果樹園の隣だから。少女の家は横浜にある。少女のおじさんが果樹園の経営をしている。この夏、両親と軽井沢まで秘書に来ている。明日両親もこちらに来るけれど、一人になりたいので先に電車で来た。そういうことをガラガラに空いたバスの中で少女が話した。少年は少女に聞いてみた。なぜ彼に道を尋ねたのかと。地元の子に見えたからと少女は言った。少年は自分が信濃の少年に見えたのかと妙な気持ちになった。村に続く道はひどく揺れて、少女の淡いピンクのワンピースの肩が時折少年の半袖のシャツに触れた。いつもの少年の夏休みは川遊びや山遊び中心だったけれど、その夏はそれに小さなデートがプラスされた。果樹園の中で少女と会うのである。彼女は中学1年生だった。そのことを知ってから少年には彼女が随分大人に見えた。横浜のこと、東京のこと、中学生のこと、二人は果樹園の中を歩いたり、セミを追ったりしながら、そのような話をした。その日は風の強い日で、浅間山の上をちぎれ雲が飛び去っていくのが見えた。ふと少女は立ち止まり、果樹園に咲いていた黄色い花を茎ごと折って摘み取った。この草は草の王という名前。胃がんの痛み止めになるんだって。果樹園のおじさんに教わったと少女は花を見ながらつぶやく。それから不意にその花を少年の白いシャツに押し付ける。木や葉からそのエキスが流れて、白いシャツにシミができる。かすかにアルカロイドの匂い。また風が激しく吹いてくる。リンゴの木は強く揺れ、まだ青い果実たちは葉と触れ合って
細工のような音を立てる。ごめんね、と少女が言う。その方を一筋の涙が流れた。なぜだかわからなかった。次の日から少女はいなかった。少年の記憶もそこで終わった。遠い昔の夏の思い出。